はい、皆さん、こんにちは。鉄棒でございます。いつもひま坊主チャンネルご覧くださいました。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、今日ね、お話しするのは、ただいま東京キャンペーンっていうものが行われるというお話でございます。まあ、ちょっとこれ、まあ、旅行屋さんの観点からもちょっとお話をさせていただきたいんですけれど、えっ、ー、とで、いくつかのメディアに記事が載ってまして、まぁ、あ、私が今日ちょっとこの見てる記事は、えー、j キャストニュースかな。こちらに、えー、出てるニュースでございますけれど、まぁ、あ、あの、この、 ただいま東京キャンペーンっていうのが、まあ、ちょっと記事のところをざっくり読んでいて、まあ、どういうものかご説明しますと、まあ、あの、東京観光の需要回復を図ろうと、えー、航空会社2社と鉄道会社3社が、えー、ただいま東京キャンペーンっていうのを始めたというのを発表したわけです。で、この2社と3社っていうのは、えー、全日空、えー、それから日本航空、えー、JR 東海、えー、JR 東日本、東京メトロ。ですから、航空2社と鉄道会社3社ということで、5社。 がやるとでえ、この、あの、まあ、みな、航空会社もそうだし、新幹線と飛行機もそうですけど、まあ、もともとこれ競合関係なんで、なかなかこういったところが一緒にやるってことはないんだけれども、まあ、東京への需要回復が、え、東京への旅行需要の回復が遅れてるという問題意識を共有して、まあ、それで、まあ、業界を超えてそろそろに東京に行きたいといった気持ちを盛り上げたいというような考えでやるということなんですね。はい。 で、えっ、ー、と、まあ、こういうふうに JR とね、航空会社、あの、航空会社と JR っていう組み合わせでキャンペーンをやったことがは、これまでもあるけれども、5社が共同で一つのキャンペーンというのを取り組むのは初めてということで、まあ、えー、2021年度末頃から準備が始まったと。で、JR 東海の、えっと、杉浦執行役員本営業本部長がまあお話しするには、えー、航空も新幹線も東京行きの流動の回復が弱いというのが現状。 えまあ普段はライバル関係でもある5社だが、ここは業界を超えて手を携えて、えー、様々な取り組みを伴い行うことで、そろそろに東京に行きたいなという気持ちを後押ししたいというふうにまあ挨拶をしたということで。まあこの JR 東海によると、JR 東海にはあの、JR 東海ツア,ツアーズという旅行会社がここ会社であるんですけれど、まあ6月出発の旅行商品の場合、首都圏から地方に向かう旅行、旅客、旅行需要っていうのは、 え、コロナ前の、じ、2018年と比較して60%の水準に戻ってるのに対して、え、地方から首都圏に向かう需要の戻りっていうのは40%にとどまってるといだから、首都圏から外に行くのは60%だけど、東京に行く需要は40%にとどまってるっていうことなんです。はい。で、まあ、こういうキャンペーンをやって、いろんな特設サイトとか SNS を通じて、まあ、情報発信をしてもらったり、まあ、え、プレゼントキャンペーンをしたりというような、まあ、こういった活動が軸になるそうです。 で、お気に入りの東京、また行きたい東京の写真に、ただいま東京の、ただいま東京っていうハッシュタグをつけてインスタにフォロー、投稿すると、まあこういう写真投稿キャンペーンになるし、それかあとツイッターの公式アカウントにもフォローツイートをするキャンペーンと2種類あって、まあこういったものに対して各社が洋服航空券とか旅行券などの商品を用意したと。 で、その中でもすごい特別なのが JR 東日本がインスタキャンペーン向けに出したえ東京駅特別見学ランチ付きとえ東京ステーションホテル宿泊1組2名というこのツアー。うんまあ、JR 東日本によると東京駅を知り尽くした東京駅の社員が特別にご案内するツアーだそうでございまして、まあ、その内容は、まあ、どこを見てどのような発見があるのかは当日のお楽しみだということで、うん ま、あ記者会見は東京スカイツリーの展望台でなんかいろんなこうゆるキャラ集めて、で、各社の制服姿の乗務員さんが集まって、ま、なんかやったということで、うん。ま、えっと、シンカリオンとか、うん。あと東京メトロの、えキャラクター、なんか駅員さんみたいなキャラクターなんですけど、なんでこれ駅町かけるっていうのかなはい。えそれから、えっと、スカイツリーの、え空からちゃん。 うん、JR 東海のズラシーマドゥーっていう、えー、ごめんなさい。私はこのキャラクターはじ、初めて知りましたけど、あの東京メトロの駅町かけるくんもそうですけど、うん、まあこういった、えー、マスコットキャラクターが一堂に会して、修学旅行生ら観光客の目を引いていたというような、えー、まあニュースの概要はこんな感じでございます。はい。えー、ということで、まあ確かにあの、本部中にもありましたけど、これまであの、どこどこのディストネーションキャンペーンとかを行うときに、あのー、新幹線と、 えー、航空会社が、えー、タッグを組んで、そこの、まあ、どこでもいいですよ。例えば京都とか。まあ、京都であんまりないかな。うん。まあ、広島とかみたいな感じで、そういう感じでキャンペーン的なことはやったというのはこれまでもあるんですけど、まあ、こんな風に、えー、航空会社が2社。うん。まあ、大,大手2社ですよね。日本航空と全日空。で、JR 東海、JR 東日本で。まあ、今回東京、なんで東京メトロっていうことで。まあ、こういう風に大規模にやるっていうのは本当に初めてのことだと思います。で、 ただあの、これ、競合関係にあるって言うんですけど、 東京に行くっていうことを考えれば、どうしても競合関係っていうと、例えば大阪、東京みたいなところで競合関係にあります。もうガチガチの競合ですよね。羽田と伊丹の間は、えー、航空会社、西社ともいっぱい飛ばしてるし、東海道新幹線も当然新大阪、東京っていうことでも、ここもガチガチの競合。まあ、東北地方でも、まあ、仙台東京だともう新幹線がほぼほぼ勝ってますけど、これ盛岡ぐらいまでになってくるともちろん競合だし。うん。こういったところでいろんな競合あるにはあるんですけど、 でも日本って結構いろんなところから東京に来ますからそうやって考えると必ずしも競合じゃないとこいっぱいあるわけですよ。特に地方空港に行くと日本航空か全日空どっちかしか飛んでないようなところってたくさんあるんでそうなってくるとあんまりこう、うん、この競合関係にあるって言いますけど意外と競合じゃないとこもいっぱいあるんで、まあ、そういう意味では、うん、あの、みんなで集まってやるっていうのも一つの方法だと思います。 まあ、ただ、まあ、まもちろん通常時だと、いくらとはいえ、この通常時だとこの5社が集まってキャンペーンやるってことは、まあ普通はありえないんで、かなり特別なことだし、それだけ東京への需要が落ちてるっていうこと、東京から外に行く需要は戻ってきてるけど、東京に行く需要がやっぱ落ちてるってことなんでしょうね。はい で、えっ、ー、とね、ま、こう東京への需要が落ちてるっていうことについて、ちょっとま、私なりに何でなのかなっていうようなことを考えてみました。これはまあ、あくまで、あのー、私の個人的な考え、まあ、あと、旅行へに行った時の経験則から、まあ、こんな感じなのかなっていうようなことをちょっとお話をしておきたいなと思います。 で、まず一つ目に考えられるのは、これまあ東京への観光観光って言ってますけど、東京のきく需要っていうのは、例えば地方から東京にし、ね、あの、出張で行って地方に戻るっていうようなこともいっぱいあるわけでございますよ。うん。例えばね、あの、朝の東北新幹線の仙台とか盛岡から乗るとやっぱり東京に行くような需要もあるし、これ別に秋田新幹線か山形新幹線でもそう。で、東海道新幹線もやっぱり新大阪とかから名古屋から 朝乗ると東京に行く列車ってやっぱ混んでるから、東京に行く地方から、まあ大阪とか名古屋は別に地方じゃないけど、まあ首都圏以外から首都圏に仕事で行くっていうような人もいっぱいあるんで、これも当然この往復の需要っていうところに含まれる。まあ JR 東海ツアーズのさっきあのツアーの申し込み数が40%しかないっていうようなことありましたし、まあ、もちろんその観光需要も落ちてるんだけれど、私、あの東京への出張需要が落ちてるっていうことも一つの理由だと思うんです。 で、しかも私、東京から地方に行く出張需要よりも、地方から東京に行く出張需要の方が減ってると思うんですよ。で、まあ、これもあくまで私の、うん、うん、なんだ、うん、考えというか、まあ、うんまあ、そんなもんなんですけど、東京に本社があるような会社って大きい会社じゃないですか、基本的にはね。で、そういう会社ほど、オンラインの会議とかが進んでると思うんです。 まあもちろん東京に本社があってそこから地方に行くようなかその本社もそうなんですけどあの出張に行くっていうことは基本的に出向くっていうことなんで営業に行くようなケースが多いんですよこちらから出向くっていうことはまあ先方お客様に対して行くっていうことが多いんでお客様の都合に合わせることが多いんですよなので東京に本社があるような会社っていうのはいや来なくていいですよもううち今オンラインで全部やってますからみたいなズームでやりましょうみたいなことになると行く必要がなくなる だから東京に本社があるような大きい会社とか外資系の会社とかっていうのはそういうのが進んでるから東京に行く仕事に行くニーズが減ってるんだと私は思う。で逆に地方に行くっていうことはこれ私もあの前の路線の混雑度ランキング作った時にもお話をしてまあ見えてきたんですけど地方ほど通勤需要が減ってないんですよ。で東京ほっていうか大きな都市ほど減ってる。だから地方はやっぱり未だにうん、合う。 会社に行くっていうことが東京よりも多いなので出張需要も地方に行く方が絶対あると思うんです私は、うん、そっちの方へ行く方がいやーまあ来てもらえるならその方がいいですね来て今会って話しましょうみたいなことをすると地方の人の方が、うん、オンラインよりもそっちの方が喜んでるんじゃないかと思うんですよでもともとうんもともと日本のビジネスマンって、うん まあ好き嫌いは別にして出張っていうのも文化としてあるんでやはり会って話すコミュニケーション JR 東海がね深津絵里さん作ってそ使ってそんなコマーシャル作ってましたけどこれが文化だと思うしで特に私ぐらいの年代の人だと出張好きな人多いと思う私好きだったしなんだかんだ言っていつも 行く会社じゃなくて違うとこに行くっていうだけで、やっぱりなんかこう雰囲気違うんで、ちょっとした省力を気分的な感じがするんで、まあ私が鉄オタだから新幹線でも乗るだけで嬉しいっていうかだけかもしれないけれど、まあそういうまず一つ、この出張需要の低下っていうのがまず一つ目に私は、うん、法人需要から考えたらあり得るんじゃないかなと思います。で、二つ目の理由が、 え、年配の方が東京経営している、経営してきた。まあ、これから徐々にだんだんな、変わってくると思うんですけど、やはりあの、大きな都市区ほど、あの、コロナ感染者は、感染者は1日、今日は何2000何人でしたみたいな。まあ、今どんどん数減ってるけど、重症患者だと、確かゼロでしょ、なんか昨日かなんか。で、どんどん減ってきてるんで、これだんだんこれから意識が皆さん変わっていく、ち、と思うんですけれど、今までやっぱり、うん。 地方から東京に行く人の数で年配の方ほど減ってたと思う。で、逆にちょっと前までは田舎に帰ることだってみんな敬遠してたわけじゃないですか。東京に住んでるけど、田舎の、うん、おじいちゃんおばあちゃんに会いに行くっていうのも敬遠してたりしてるわけじゃないですか。で、当然おじいちゃんおばあちゃんが息子娘夫婦に会いに東京に来るようなケースっていうのも減ってたと思うし、まずこれがあの、で、年配の方ほどやっぱり考え方が保守的な方が多いんで、 で、危ないからやっぱやめとくわっていう風な人も多いから、これが減ってたんじゃないかと思うんです。これまず二つ目。で、東京だ、東京観光じゃなくて家族に会いに行くまあもちろん、その純粋に年配の方が東京にちょっと遊びに行きましょうみたいなのも絶対減ってたと思う。これもコロナの時に若い人よりも年配の方の方が相対的にコロナを、やっぱりコロナの影響を忌避されて避けてた。 っていうのが多い。これが理由じゃないかと思います。はい。そしてこれ最後3つ目、修学旅行が減ってるんだと思います。東京に行く修学旅行。で、学校の行事ってやっぱこれまでまあ修学旅行とかまあ運動会とかいろんなま文化祭とかまあ徐々に戻りつつあります。去年ぐらいから徐々に戻りつつありますけれど、それでも修学旅行の行き先を持つと近場にしたりとかっていうのはあったんですよね。ありました。 で、これが、やっぱり東京、今までは例えば、うん、そうだな、まあ九州のどっかの学校が修学旅行は東京にしたけども、まあ今回さすがちょっと東京、まあ移動も長いし、と移動が長ければないこと感染リスクも高まるから、もうちょっと近く九州の中のどっか違うとこにしとこうとか、みたいな感じになってたと思うんですよ。で、まあこれはあの、実際に、うん、そういうふうに、あの修学旅行の、 距離が短く、行くところが近くなっているとか、数が減ってるっていうのは、これはまあちょっと以前からあー知ってるちょっと旅行会社の人に聞きまして、まあ実際的にその修学旅行の数と距離が減ってるっていうのはこれは間違いないです。はい。うん。というようなことで、あの、修学旅行っていうのはもちろんその、ね、以前より少子化とはなったとはいえですね、かなりまとまった数が動くんですよ。 うん、で、このまとまった数が東京からみんな近くに行っちゃうと、そりゃ数は絶対落ちますよ、うん。これものすごい大きいと思いますよ。あの実際に使うお金は別として、数としてはとにかくこれものすごい大きい。うん、で、結構旅行会社の中で修学旅行っていうのは、あの取り扱い人数増えるから、うんうん結構 こうあの重,重要視する正直なところ、あの客単価っていう意味であんま儲からないです、修学旅行って、本当におそらく、あの営業をかけてる営業マンの方は、ね、修学旅行はね、もう本当にギリギリで出してると思う、本当に、なんだろう、1人もう、もう1人儲かる金額、何百円とか、そんな単位だと思う、下手すりゃゼロとかでいってるかもしれないですね。うんで、まあ ご存知の方も多いとは思うんですけど、お土産物屋さんとかそういったところと、あの、旅行会社ってやっぱ関係があって、そういったところであの、キックバックっていうのがあったりするんですよ。うん、で、そういうと、後から、後からその商品を売ることで、その旅先で何かしらの利益を出すようなことって旅行会社ってやるんです。だから、旅行費用そのものはもう、ほぼほぼ、もう、終始ゼロに近い状態で出したりするようなことも珍しくございません。はい。うん。 なこともあるんで、まぁ、あ、ちょっと話は別で来たら、まあ、修学旅行っていうのが減ってると、まぁ、あ、大体こんなところじゃないかなと思います。うん。これが理由。まあもちろん今回のキャンペーンは、これはもうほぼ個人旅行に特化したものなんで、こういう法人需要であるとか、えっ、ー、と、修学旅行、こう教育需要であるとか、うん。こういうのはね、全然、うん。 あの、関係ないんですけども、うん、多分数が落ちてるのは私は個人旅行にこういうところ、まあもちろん、 あの、個人の旅行もちだと思いますよ。あの、しょっちゅうディズニーランドに行ってた高速バス、夜行バス乗ってディズニーランド行ってた若い子たちが行かなくなったとか、そんなも,もちろんあると思いますけど、こういうのはまあこれから徐々に増えていくと思うんで、あの、また変な感染力がものすごいウイルスとか発生しない限りは、今の現在の状態だともどん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 やっぱりコロナも弱毒化していってるし、状況は良くなっていくと思うんですが、まあこんなキャンペーンがあって、東京に行く人がなんで減ってるのかということについて、まあ元旅行 横屋をやっていた鉄棒綱に、えー、いろいろ考えてみたという動画でございましたということで、えー、ご視聴ありがとうございました私ね mac 使ってるんですよこれねであのすみませんコンピューターに興味ない人に言っても何のこっちゃさっぱりわからないと思うんですけど7月に新しい macbook air の音、ね、m 2チップっていうのがの乗ったのが出るんですよで。 マックブックってシルバーとかスペースグレーとかこういう色になど今度の macbook air って、あのね、mac としては超珍しい黒いのが出るんですよね。あの、これがもうめっちゃくちゃかっこよくて。で、しかも最近ちょっとこれまあ2年しか経ってないとはいえ、もうもうあのー、 ちょっとこれもわからない話だけど、中に入ってる CPU がインテルのなんで、今はもうアップルのあの、アップルシリコンっていう新しいチップが載ってるやつばっかりなんで、これもう一つ、もう前のやつになっちゃってるんですよ。で、なんか最近ちょっと挙動がね、うん、不振挙動不振っていうか、挙動ってるんで、新しいの欲しいなと思ってるんですけどね。 うん、これ3500ドルぐらいで買ったんですけど、今下取りに出すと、アップル下取りに出すと1000ドルちょっとかな。で、MacBook Air は私が欲しいやつ買うとモリモリスペックにしちゃうんで、そうすると自分で払う分は1500ドルぐらいになる。きついな。お金ないな。日本に行くからお金いっぱい使っちゃうし。ということで、まあちょっと新しい本、うん、Mac が欲しいなと思ってる。えー、ただそれだけではないす。ご視聴ありがとうございました。さよなら。